皆さんこんにちは。それでは20年論文グレードアップトオ練財務会計論の9回目ですね解説講義を始めていきます。担当はレックスさん講師影山です。よろしくお願いいたします。はい、えー、9回目トーお疲れ様でした、えー。まあ前回で8回目のトーが非常に難しかったということでまあ9回目はそれに比べればですね何、えー、度はですね、えー、まあ少し優しめになっていますがまあ優しめといってもですねそんなにこうスラスラ解けるというものではないと思いますので、えー、まあしっかりと復習して解けるように。 えー、なってもらえればと思いますで、えーまあ、よくですね、まあ、質問というかこういう声が <laughs> 結構ですね意見があるんですけれども、えー、結局ね当連をこうやってもやっても点数が伸びないからこう実力がついていないんじゃないのかということでですね不安になられてる方多いと思いますけれどもまあその当連もですね、えー、いろんな論点を出すために、まあ、レベル感がま,あまちまちであったりだとかですね 今までに、ね、復習、えー、してないねまだやってないところをですね出していったりしていますので、えーまあ、なかなかその点数としては伸びづらいと思いますただあの繰り返し復習してれば確実に実力はついてますのでこの当連の点数という形でですね表面化していなくてもですね必ずこの復習により実力はついているんでそこはもう心配しないでくださいねなので まあ毎回あの手でこの手でですねこちらもですねこう出題をしてまいりますのでなかなかねこう一筋縄ではいかないと思いますけれども復習すれば絶対に力がつくというところですね。これは もう絶対ですから、過去の,、ね、あの受験生、受講生さんをですね見ていて、えー、まあ着実に力をつけて受かっていますので、えー、もうそこはね、えー、心配せずに、とにかくですね、あのー、しっかりと復習して解けるようにすると。ねまあ、結構ね、ね投練なんか難しいという回もですね特に多くて、ですねなかなかこう点数が伸びないというです、ねえー、方も多いと思いますけれども、ね、とにかく復習をして点数を取れるようにして、本試験までにですね同じような問題が出たらあの解けるようにするというですね、えー、これ目標として一つ持ってください。ねまあ、当然ね、ね次の投練にはいい点数取る、ね、もしではいい点数取るというですね、あのー、そこの目標 に向かっってててイスメクしいですね、えー、学習プランを立てていくのは大事ですけれど、ね、まあ実際点数取れなくてもへこまないということですよね。えー、まあ当然はとにかくボコボコにされて、えー、復習して、まあ、パワーアップしていけばいいので、えーまあ、必要以上にね心配はしないでください、ね、はい。 えー、それではね今日は第3問はですね収益認識に関する会計基準から消化仕入れ契約についてですね出題をさせていただきましたまあ計算というよりもどちらかというと第3問の前半は理論ですね、えー、理論部分になりますで後半はですね企業結合事業分離の、まあ、ミックスの問題でまあ第3問の方でもですね企業結合や事業分離が出る可能性はあります以前はですね第3問で、えー、合併の問題が出たことがありますのでまあちょっとね今日は 第3問の前半部分の計算量が少ないので第3問の後半部分の問題のには、ね、計算量が多めになっておりますまあトータルで60分では解けるぐらいのですね分量になりますので、えーまあ、ちょっと問題の方が計算の分量が多いかなというところです、はい、で解説のはです、ね、問題の1の消化仕入れについて、えー、少しお話をさせていただきますはいで、えー、レジュメの方ですねこれはあのー、特別講義というかね収益認識の講義の理論編の、えー、ところでもお話をさせていただいた、えー、ものになりますけれども、えー、消化仕入れ契約というものが あります。えー、まあイメージとしてはですね、デパートですね百貨店なんかをイメージしてもらえればいいと思うんですけれども、まあ、この第3問に照らしていくとあ、ね、まあ小売業を営んでいる当社は仕入れた商品を店舗に陳列し個人顧客に対して商品を販売していると、ね、もうイメージ百貨店です当社は百貨店だと思ってください、ね、で仕入れ先である当社との契約はこうですね。えー、まあいろんな、ね、取引先がある中で当社との契約は消化仕入れ契約というものであると。 でこの消化仕入れ契約というのは、まあ、一応、ですねどういう形態かというですねものについては問題の中にですねその取引の形態はこう示しました、ね、顧客への商品の販売と同時に商品を仕入れる形態の取引ということで、えーまあ、どういう形態か今一度ですね、えー、お伝えしていくと後者、えー、がいましてで当社とで当社も百貨店だと思ってください。 百貨店で,、えーでまあ、お客さんですねおお客さんお客ささんんですよと。で、えー、まあ当社はですね公社から商品を仕入れて、えー、そしてそれをお客さんに販売するというのではなくてそれを買い取り仕入れと呼んでいくんですねちょっとレジュメのほを見ると買い取り仕入れと呼んでいくまあ契約があるんですけれども消化仕入れというのはですね あの当社は、まあ、要はこの百貨店の中のです、ね、スペースを貸してあげると、後者に貸してあげるみたいなイメージなんですね。まあ、この百貨店のスペースですね、ちょっとここが百貨店のスペースだと。ね、で、テナントをです、ね、募集して、後、え、者、ー、に場所を貸して、で基本的には、その後者自身が、当社の、まあ、百貨店のです、ね、スペースに商品を陳列したりして、ですねで価格なんかもですねあの条件、このあと、ねえー、見ていきますけれども、価格なんかも別にです、ね、あの当社が決定するわけじゃなくて、後者の方が決定すると。 当社は場所化しているだけなんでね場所化しているだけだとでお客さんに売上が上がったのと同時に当社が後者から仕入れたことにするというですねここのタイミングがまあ基本同時っていうふうに考えますで同時っていうのもその売上に引っ張られて仕入れが出てくるんだね仕入れに引っ張られて売上ではなくて売上が計上されて、えーまあ、それと同時に仕入れも行われるというイメージですねこれれが消化仕入れですだからまあ あのこの消化仕入れ契約なんていうのはです、ね、場所貸しなんてです、ね、言われたりもします。当社が、ね、この後者に対して百貨店のです、ね、一部の、えー、スペースをです、ね、テナントとして、まあ、貸していくと、ねはい、これがまあ消化仕入れ契約だと思ってくださいでお客さんに売れたと同時に当社はまあ仕入れるという、まあ、そういうね、あのー、携帯の取引になります顧客への商品の販売と同時に、えー、商品を仕入れる携帯と、ね、はい。 で、まあ、この当社の立場として、まあ、この収益認識に関する会計基準はですね、えー、この当社が本人に該当するか、まあ要は当事者ですね、本人に該当するのか、それとも代理人に該当するのかによって、処理が異なってきます。でそれはですね、まあ、基本的に消化仕入れ契約の場合はまあ代理人に該当するということにはなるとは思うんですけども、まあ、とは思うというです、ね、表現をしたのはですね、まあ、結局、契約次第なんですよ。必ずしも代理人とは限らないんですね。 ま、一般的には代理人になるはずなんですが、うん消化指令契約だから、じゃあ絶対に代理人かって言ったらそんなことはないのかなと？とまあ、それは契約次第なんですね。で、本人に該当すればこれ収益なんかは総額表示になります。収益は総額表示で、もし当社が代理人に該当すればですね。収益は純額表示になります。で、まあ結論から言うとこの問題っていうのは当社は代理人に該当するので、収益は純額表示。 解説論を見てくださいですかまず本人と代理人の会計書類なんですけども本人に該当すれば収益は総額表示代理人に該当すれば収益は純額表示になりますで本人か代理人かの判定なんですねでこれをですね、えー、問題1の問一1でして,もらったかしてもらいたかったというところなんですというところなんですね。えー、本人か代理人かの判定基準というのはこうなんですね。え在、ー、サービスのそれぞれが顧客に提供される前にその在サービスをこれ企業が支配しているかと。 支配ししてていいるかかどうかこれでで判断していくんですねつまりこのケースだと当社がこのお店の中にあるね商品の支配をしているかどうかこれで判断すると。後者からですね、まあ、結果的には最終的にねこれ消化仕入れなので売上と同時に仕入れてきたことになるわけですけれども、えー、後者からですね当社の、まあ、百貨店のビルに搬入された商品に、えー、支配が及んでいるかですね当社の支配が、えー、確立されているかどうか。これで 支配してると当社がねそもそも後者から搬入された商品を支配してるんだったらこれは本人なんだと。でも後者がですね当社に商品搬入した後も後者の支配が及んでるんだったらこれ当社は後者に支配された商品をただ自分の、えー、場所ですね店舗に置いているだけだって。当社かかららすすすれば支配していないいいななわけですから代理人ととうことになりますはい、でこれに関してはですね一応問題の中で。 もうあのヒントとしてて与えられているんですね収益認識に関する会計基準の適用針においては財・サービスが顧客に提供される前にこれです、ね、企業が当該財・サービスを支配していると、ね、企業が当該財・サービスを支配しているときは企業は本人に該当するとされているとでそこで当社が、まあ、本人に該当するか代理人に該当するか説明しなさいと、ね、つまりこの支配しているかどうかっていうのを この問題は資料の3の1から3までの、えーまあ、状況を見て支配しているかどうかっていうことを判断するのが問1なんですね。問1はい、で条件を見ていくと、えー、資料3番ですね消化仕入れ契約によって当社は商品の研修を行わない商品の保管管理責任や商品に関するリスクは後者が有していると。 特にその後者が当社に搬入してきた商品に対してチェックをしたりだとかですね、えー、管理をしたりだとかあとは販売リスクなんかも別に全部後者が合うともうその時点で当社、ね、支配してるなんてなかなか言えないんですよねはいでさらにいきますよ、えー、法的な所有権は後者が有しているとで顧客への販売時に所有権は後者から当社に移転しでその瞬間に同時に顧客に移転すると、ね、なので後者の商品が当社に搬入された後も、ね、ビルの中で百貨店の中で所有権としては後者が持っていると で販売と同時に当社ににに移るその瞬間に顧客に行き渡るとだから当社はですね本当に一瞬だけ所有権が、まあ、形上、ね、移転するだけですね。実質当社が持っているという状況にならないということは在庫のリスクなんかも基本的にないわけですよね。当社からすると所有していないわけですから。で売れたと同時に当社を通過してお客さんのところに商品の所有権が行くわけですからね移動するわけですから、まあ、在庫のリスクなんかも特にあるとは言えないと。はい 当社は商品,の陳列商品に陳列する商品のごめんなさい店舗に陳列する商品の種類や価格等のマーチャンダイジングですね、まあ、価格決定なんかについては一定の関与するんだけども、えー、最終的にはね品揃えとか販売価格は後社が決定するようになっていると決定権は後社が有しているとねだから要はと当社からしたら何も関与できていないわけですねはいで、まあ以上からですね考えるとやはり当社が この商品を支配していると、公社から搬入された商品を支配しているという状況にはならないですし、まあその説明というのものつかないですよね。はい、えー、一応、ですねこう要件がありまして、責任がある、在庫リスクを有している価格設定の裁量権があるという、ですねこの3つの要件というものは、押さえていった方がいいかなと思います。これに当てはめてめ説明していくと これらをまあ総合的に考慮してこれらの要件に当てはまればえ企業は本人と判断され当てはまなければえ企業は代理人と判断されるとね責任もないですし在庫リスクないわけですよねえ所有権はですね公社があってえ当社はですねえ形式上通過するだけにすぎませんからはいで価格決定だって公社が行うというわけですからえ当社はまあ支配しているという状況にはまあ至らないと。 いうことで、えーまあ、代理人と判断されますよと、これ、回答ですね、ちょっと行数長いですけども、一応3つの要件を検討していくと。はいえー、保管管理責任やリスクは、あ知り先公社が有しているとで。顧客へ商品を提供するという履行に関する主たる責任も公社が有しているというふうに考えられるということで、まあ、メインの責任は公社があると。公社が有しているとで当社は 販売時に一時的に処遇権を有するのみであり、まあ、在庫リスクを負っているとは言えませんよとそうです、ね、通過するだけですからで価格決定なんかは後者がやっているということではいこれらから考えればですね、まあ、最終的には支配しているとは言えないので当社は代理人に該当すると考えられるということではい、えーまあ、一応ですね収益認識のレジュメの中にこの3要件というものは載せていたんですけれども、まあ、今回の答弁でね、えー、要件にきっちりと当てはめられなくてもとりあえずその支配をしていないんだということを、まあ、合理的に説明できれば 今回ののに関してはいいのかなとただ実際本試験までにはこの判定要件っていうのは覚えていった方がいいかなと思います結構この消化仕入れのところは理論の問題としてまあ第三っというよりもどっちかっていうと理論の問題として出題される可能性はあるかなと思いますちょっと面白いところではありますからねうう要件に当てはめて支配しているしていないっていうところを検討するに関してははいですねまあまあね早期適用の段階ではあるので、まあ、すごくその重要性が高く じゃあガチガチにね、えー、出る可能性が高いとか攻めて攻めてですねあのこのところを抑えてなければもう本当にねやばいとかっていう状況ではないとは思うんですけれどもただね面白いところではありますので出てもおかしくはないかなというところそして本適用になった暁にはおそらく早い段階でこの消化仕入れっていうのは本試験に出ると思います。はいですんでねまあ その本適用に、えー、なるとかっていうところはとりあえずね考えず2020年の試験を確実に突破するっていう意味でもですね集計意識の中の特に理論ではね出題の可能性が高いようなところではあるかなと思いますのでぜひ、えーまあ、押さえていればですね検討しやすいと思いますので、えー、押さえていっていただければなというところになります。はい で、問いの1が、まあ、本人に該当するか代理人に該当するかを説明し、で、問いの2です、ね、えーまあ、この1の結果を踏まえて、アルファ商品の販売に関して当社が計上すべき収益の額をその後ですね、負担する履行義務を明らかにしつ説明しなさいと。はい。 じゃあ当社代理になりました。で代理の時は、順額表示、順額で収益をです、ね、計上するというところもお伝えしましたけれども、えーまあ、この問題は、ね、履行義務を明らかにしつつとあります。で、基本的に、ですね、えー、履行義務は明らかにするべきですね。この履行義務を明らかにしつつ説明しなさいという、えー、その問題の一文というかね、えー、一フレーズがなくても、履行義務を明らかにしないと、えー、あんまり説明はならないというところなので、これは必ず履行義務を明らかにするようにしてください。で、解説の方ですねはい消化仕入れの場合ですね。あの通常の 買い取り仕入れっていうんですけども通常の商品販売と違ってその顧客にですね商品自体を提供するこれが義務ではないんですね義務は、えー、商品が顧客に提供されるように手配することですね手配することとこれが消化仕入れつまり代理人の義務になりますだから自分の商品を、えー、顧客に提供するんではなくて 要は他社の商品が顧客に提供されるように手配をするわけなので収益認識としてやっぱ総額表示ってのはおかしいわけですね総額で認識するというのはおかしいとねだから純額で、えー、認識をしていきましょうということになりますはいでもこれはね履行、えー、義務ですね、えー、商品を顧客に提供することではなく、えー、商品が顧客に提供されるように手配することとこれが履行義務になりますので、えーまあ、そう考えれば純額で収益を計上していきます まあ基本的には総額主義の原則というのがですね一般原則の中にありますのでもう一度ねその総額主義というところについては考えてみてください。で、えー、代理人の場合は総額主義ではなくて、まあ、その例外というふうに考えてですね、まあ、こ,うこういう履行義務があるから純額、えーまあ、で計上していきますよというところになりますので、まあ、今一度ねその総額表示というところについてもですね復習の時に見ておいていただければと思います。はい、で、まあ、金額論は、ね、もうこれ簡単だと思いますから各自お任せを、えー、させていただきます。はい えーまあ、ここで比較的こうガツンと復習はしていただきたいところかなと思いますが、えー、収益認識に関してねプレトーレンの11回目で、えー、計算3つを出しているんですね。えー、数,量割引と数量値引ききとと返品券付売買ポイントですねで正直その3つの方が第3問出る可能性は高いと思います重要性としてはね。理論 たら消化仕入れの可能性も全然あると思うんですけれども、えー、純粋に第三問とかで計算で出る仕分けの穴埋めで出るっていうことを考えると、えー、プレトーレン11回目のですね、えー、問題それも必ず見ておいてください、ね、まあ、正直プレトーレン11回目でその三つ出しちゃったので、うん、今回本当だったら第四問で出してもいいこの消化仕入れを第三問に持ってきたっていうですねまあそんな経緯も少しあります、えー、純粋な計算という意味で考えるんであれば 数量値引き、返品券付き売買、ね、ポイント制度ですね。特にまあ個人的には返品券付き売買というのは現行上の返品調整引当金と比較しての出題っていうものは、えー、考えられます。あの今のですねこの早期適用の段階であれば、えー、古いものと新しいものとですね両組み合わせの出題っていうものがまあ出題者側からしても許されるわけですから、ね。えー、ですのでまあ返品券付き売買なんかはですねプレトオレンを見てですねあの必ずこれはカバーをしておくようにしてください。 はい、だから収益認識の問題としてやるべき教材というのは、まあ、当然レジュメとかね収益認識の,あのテキストとかをしっかりとやり込むっていうのはそうなんですけどもトーレンベースでいくとプレ・トーレン11回目と今回の第9回目のグレードアップ・トーレン第3問前半、ねえー、そこになるかなと思います。あとはまあ工事ですね工事の方は特に計算ではここまでの段階では出題させておりませんけれども、えー、工事契約に関してもやっぱりまあやり方自体はね昔のものと変わらないので。 あと、現金回収基準がありますので、まあ、その部分ね、工事のところはプラスアラファで、えー、見ておくようにはしてください。はい。えー、というところでですね、えー、収益認識の対策というところは、まあ、早期適用最後のです、ね、年度になりますので、3年目ですね、早期適用3年目にして最後の年度になります。あの、まあ、出ないってことも考えられますね、昨年度は出ておりませんので。で、一昨年度は、まあ、新しい基準の内容というよりはですね、現行上のルール、 実現主義に関しててと問われており、うんまあ、ちょっとね出る出ないっていうところに関しては正直蓋を開けてみなければ当然わからないわけですけれどもただもうね残り1年を切っているというところからすればですね、えー、昨年一昨年よりは収益認識の会計基準のです、ね、新しい内容が出る可能性は高いのかなと個人的には思っておりますので、ねまあ、今お伝えした通りの対策は立てていただければなと思います。はい で続いて第、えー、問題2ですね、問題2、まあ、計算も各自お任せしますが、一応、理論のところですね、抱き合わせ株式消滅採棄の、えー、背景がですね理論で聞かれていますので、えー、ちょっとこちらについて少しだけ触れていくと、抱き合わせ株式消滅採棄については、えー、合併を機にですね、えー、これまでの事業投資の成果を PL に反映させるという趣旨になります。はいこれですね ま、これはポイントレストにはありませんので、えー、まあ、このね、答練を機に押さえていただければと思います。はい、いまあ、今までの成果っていうものをですね。一気に個別上もですね。認識していきましょう。ということで、えー、抱き合わせ株式消滅差益ね。というものをまあ認識していきます。まあ、共通成果の場合はですね。皆さん簿記で結構抱き合わせ株式消滅差益求めるのはですね。多くの受験生がまあ、好きというか、あの間違えたりあまりしないんですね。ここ だらまあ理論的背景も合わせて押さえていただければと思いますので、えー、まあ一応これは見て復習をしておいてください。はい。えー、それではですね、続いて第4問入っていきます。まあ、第4問もね、今回、難しいですよね。減、えー、損会計に、税効果に、そしてまあ配当金の正確、さらにリースと。で、まあ、典型といえば典型なのが減、まあ、損会計なのかなというところですね。あとは少し難しい。まあ、リースも典型ではありますが、少しまあ内容としてはね、使用権モデル、イファースの内容ですから、 まあ今のね現行上のものではないというところを考えるとまあ典型とは言い難いかなというところですから、ねはいまあ、ただリースはね、あのー、本当に着目されている分野になりますので、まあ、ちょっと現行ではないところを今回聞いていますけれども重要性は比較的高いと思ってくださいまあ超 S ランクっていうわけではありませんけれども、ね、上から2段目のランクぐらいに、ね、してもらえればと思いますんでまたこれもあとで解説はさせていただきます はい、えー、それでは減損会計の方から見ていきます。はい、えー、我が国の固定資産の減損に係る会計基準では減損損失を認識すべきであると判定された固定資産について帳簿価格を回収可能価格まで減額し当該、減少額を減損損失として当期の損失をすることとしており減損処理における資産の評価額格として回収可能価格を用いているとはいまあ現行上層ですね回収可能価格を用いていますよと。 はい、ただ、考え方としてはですね、別の考え方としてはその時間までですね、ボカを下げていきましょうという考え方もありますよと。はい、じゃあ、この資産の評価として、まあ、回収可能価格までボカを切り下げるもしくは時間までボカを切り下げるといったときの計上される減損損失の性格、ねえー、これについて触れてください説明してくださいというところがまずえー問題の一の問いの1になります。はい、じゃあ、回答を見ていきましょうか。 はい、回収可能価格まで簿価を切り下げるというのは、まあ、現行上の話ですけれども回収可能価格まで簿価を切り下げるということは回収可能なものまで下げているわけですね、まあ、そのままですよ。そしたら損失の分って回収不能なものですからはいです、ね、収益性の低下により回収不能となったものと、はい、でこれはまあ、ね、あの投資の継続これを前提としていますので、まあ、こ,こは、ね、投資の継続というのは一つキーワードになってきます投資が継続している固定資産に対する評価減、ね。はい 投資が継続している中で回収可能なものまで切り下げたので、えー、切り下げられたものは回収不能なものですね、えー。なのでまあ評価損的な発想になるわけですね。でそれだして時間まで切り下げるっていうのはこれはもう投資がね生産再投資されています。はい、時間を用いることは固定資産に対する再投資を意味すると。再投資。で再投資意味するってことは、ね、そこから生まれる損失って要は、 投資の生産損失なんですね従前の投資が要は失敗してしまったからそこで一旦ね投資を切って新たな投資これが再投資ですからね再投資って新たな投資ですから新たな投資に移行するため従来のものを生産して損失出していくとはいこれですね当初の投資の生産損失としての性格を有するよというところになりますはいなのでここはねキーワードとしては投資の継続投資の生産再投資っていうものをですね表現して でそっから性格をひねり出してくると。継続している中での評価損かそれとも投資が生産再投資されているわけですからその生産に伴った従来の投資が失敗したっていうことに伴う損失かっていうものをですね、えー、書いてあげれば OK というところになりますので、えーまあ、今回の答弁の中の第4問ではですね、えー、この部分っていうものは間違えてはいけないのかなとこ,です、ね、この問題は間違えてはいけないのかなというところになります。ははは、い。では続いていいで続続ててきます。続いては 減損処理における資産の評価額として回収可能価額を用いた場合と時間を用いた場合におけるこれですね減損処理後の会計期間に計上される利益これを説明しなさいとはい減損処理後の会計期間に計上される利益ということでじゃあちょっとこれは番書入れていきますまあこれ講義でも説明しているんですけれども、えー、固定資産の母価を回収可能価額まで下げた場合と時間まで下げた場合ですねちょっと見ていきますと、えー、回収可能価額 とと時価を並べていきたいと思いますね。左側は回収可能価格。左側は回収可能価格。右がまあ時価というふうに考えましょうか。 で、回収可能価格というのはですね、まあ、その将来キャッシュフローを割り引いて、まあ、特に使用価値算定なんかをですね、イメージしてもらえればその将来キャッシュフローを割り引いて算定していくわけですよね。で、それは経営者の見積もりなんかがですね、基本的にまあ入るような状況で将来キャッシュフローの割引減在価値になりますので、えー、ここはね、直の,の,、ね、の部分に乗れん価値が入ってるんですね回収可能価格 はい、のレンガ値と一方時価のはまさに市場価格そのままなんでここは時価とで実際にじゃ将来キャッシュフローですねちょっと左側右側に書いちゃいましょうかね将来キャッシュフローが得られましたよとこれぐらいの大きさが得られましたよと もともとね、この回収可能額って、この将来キャッシュロー割り引いて、現在価値に直したもので求めているので、でこの実際、じゃあ、予定通り将来キャッシュローが得られましたよっていう、この利益って、結局、割り引いたものを割り戻した金額になりますので、これ、当初の、この割引計算ね、ね資本コストで割り引いていると考えると、この当初の割引率に見合ったリターンが生まれるわけですね。す将来キャッシュローを、まあ、割り引いて、 回収可能価格としていると。そしたら結局、予定りでりにです、ね、将来キャッシュが得られれば、この分って割引計算に見合ったリターンですよね。この分ですねこの分がまさに割引計算に合ったリターンということになります。はい、これ、回収可能価格を用いた場合ですね、この将来キャッシュを歩いているわけですからね、結局、あの時がたてばこの大きさになるわけですから、ね、予定通り利益が、ね、この割引率、資本コストに見合うです、ね、リターンが計上されると。 それがあ回収かかを用いた場合の利益ですね割引計算に用いた資本コストに見合うリターン、はい。これがその後の利益なんですけども、時間までですね、母価を切り下げている場合っていうのは、まあ、その、まあ、ここまでね、将来ローがですね、獲得できたとすると、同じように資本コストに見合うリターンに加えて、ここですね、超過リターン。この部分も利益になりますよね。だって利益の大きさはここですからね、時間まで下げた場合って、まあ、横ですからね。 向、はいまあ、けののれん価値が、えー、利益に入り込むというふうに表現してもいいかなと思います使用価値が時間を上回っている部分の超過リターンですね、はい、これがまあ超過リターンですよと、はい、なので資本コストに見合うリターンというのがこの赤で書いたもので でも時間まで下げるってことは利益がですね回収可能価格まで下げた時よりも大きいわけでその分っていうのはのれんの価値っていうものがですね、まあ、利益化されてるっていうふうに考えることができますそれを超過リターンと呼んでるんですねはいこれはこうですね資本コストに見合うリターンに加えてえー、減損処理時に使用価値が時価を上回っている金額が 超過リターンとして利益計算に反映されると。はいまさにこの分ですね、使用価値が時間を余っている部分で、これですからね、使用価値が時間を余っている部分が超過リターンとして利益計算に混入していくということですね。はい まあこれもです、ね、一応ポイントリストなので、まあ、典型といえば典型ですがただまあ典型の中ではです、ね、その典型度は低めです、えー、まあこの通りを機にですね今一度ポイントリストを復習してできるようになっていただければもう十分かなと思います。 はいそれでは続いていきましょう次が問題に税効果なんですがまあ訴求処理に関する税効果でかつですね、えー、まあ、会社のね分類から回収可能性を判断していくというですねまあ、難しいような一見ね難しいような問題ですので、えー、問いの1は必ずできなければいけないんですけども問いのにはちょっと難しかったかなと思いますまあ、ポイントリストに書いてある内容を少し応用させていく必要がありましたはいじゃまずポイントリストじゃなくてごめんなさいね、えー、問題ないの2の問いの1からいきたいと思いますはい 訴求処理が行われた場合の税効果会計の必要性と。はい、で、訴求処理が行われた場合って会計の方は昔、ね、の数字を変えていくわけですが、税務の方は訴求が行われませんので、そこでやっぱ会計と全部ずれちゃうんですね。で、それが一時歳になるから税効果の必要性がありますよってだけですね。訴求する会計と訴求しない税務でずれが生ずるから一時歳と、それを説明してあげればいいんですね。はいい問問題の1の問いの1 えー、ポイントは後半ですかね会計上の資産負債の額は修正されるんだけれども税務上の要は課税所得計算上の資産負債の額は修正されないなのでこれは、まあ、通常一時債に該当するんで税効果を適用していく必要がありますよというだけですねはいでまあ業差が少し長いので上はね まあその訴求処理の内容を説明しているというところですが、えー、まあ本当にポイントになる部分腰となる部分っていうのは会計の資産負債が修正されるけれども税務上の方は修正されないからずれが生じてそれが一時歳だから税額を適用していきましょうという流れになりますので、はいまあ、その分は確実にかけなければいけないというところを前提としてですかじゃあ訴求して用が行われたら、えー、それはまあ税効果を適用すべき一時歳になるんだけれども、えー、まあ A 社と B 社をですね引き合い出して。 具体的にはどういう処理をすることになるのかこれはまあ難しいという難しいですねはい次の資料に基づき A 社および B 社におけるクルノブゼッキンさんの回収可能性に関する適用資における企業の分類およびクルノブゼッキンさんの取り扱いについて理由とともに説明しましょう、えー、なお回収可能性適用資における企業の分類とクルノブゼッキンさんの回収可能性については参考を参照することということでまあこれはね あの企業5つの分類に分けて回収可能性をどう検討するのかということで、まあ、会計士試験といえばり終了交差ですね会計士登録する直前の終了交差に出るようなものになりますので、えーまあ、実際これを覚える必要はありませんこれを覚えてる人は別に誰もいないですからねでおそらく出るんであればこの問題は資料がつきますし本当に資料が与えられなかったらもう埋没になるからもうそこ気にしないと、はい、で A 社と B 社の方ですね見ていきたいと思います 罰 1>,、えー、1年度および罰2年度の回収可能性適用しにおける A 社の分類が分類1、まあ、健全な企業ですねクレノブ税金さんの全額について回収可能性があると、ね、A 社は、えー、分類1ですよと一方 B 社の分類は分類3分類3なので、えー、将来の合理的な見積もり期間おおむね5年以内については回収可能性があると。 なのでまあ、ちょっとね何か問題があったりするとこういう分類3とかなっちゃうんですね。はい。で5年よりも先のところを見据えられないと。でまあまあそういう分類があるんだなと回収可能性、えー、分類1はまあ問題ない分類3は、えー、まあスケジュールの結果、えー、5年までの回収可能性ね5年間の課税所得 については回収可能性があるというふうに考えていくと。課税所得分についてはね。はい、で、はい、A 社からいきますね。2番。A 社は ×3 年度に棚卸しさんの評価方法を変更したと。はい、で、棚卸しさんの評価方法を変更しました。これ、会計方針の変更に伴って、まあ、訴求処理したんですね。で、訴求処理した結果、はい。 2年度の機種において将来減産一時債を十分に上回る課税所得が生じているとは言えない状況となっているということで,で、まあ、少なくともその回収可能性がななさげになっちゃ田村、ね、さんの評価法を変更したことに伴って将来減産一時債が大きくなりましたと将来減産一時債が大きくなるっていうことは将来の法人税等の支払額の減額効果が大きくなるっていうことですから。 あのそれれが大大ききいってことでですすよより大きな回収可能性が求められるわけですね法人税との減額効果が大きいということはそれを減額できるだけのたくさんの課税所得が必要なわけですから、ね、ただちょっとそれは厳しそうだということですね A 社の方はそれは厳しそうだと将来の減額効果が認められない部分がありそうだというところなんですねじゃあどうするかというわけなんですけれどもはいえー これですね解答に行く前にちょっとですねポイントリストの方で確認しましょうかね。ポイントトリストの方で確認をしたいいとと思います、まあ、ちょっとこれ講義で使っているものでちょっと講義のですねコースとかによっては、ね、マーク入ってなかったりすると思うんです圧縮ではねこのポイントリストってやっていないと思いますので、えー、レギュラーコースの中でやっているんで、まあ、こういう、ね、書き込みがおそらくあると思うんですけれども、まあ、圧縮性の方ねもしこれご覧になられてたら まあこれを機に押さえてもらえればと思いますし、まあ、余裕がなければここはあの圧縮性の方はカットしてもいいのかなというところにはなります。はいでこれです、ね、即、えー、急適用してる今回、田成さんの評価法を即急適用してるわけですね評価法をです、ね、変更して即急適用してるとでこの場合ですねじゃあ、あのー、回収可能性どうかっていうと過去の回収可能性っていうものはこの回帰方針の変更によって変わるものじゃないよっていうことですね、えー、お伝えしました。ね、適用 ごめんなさい側急適用における過去の時点での回収可能性判断は、まあ、最善の見積もりを行っているそして本質的なですね収益力回収可能性というものは計方針が変更されることによって変わるものじゃないと、ねえー、つまり先入れ先出しからね総平均法にですね変更しましたじゃあ会社の収益力ですね過去のものが上がったり下がったりするかってはしないですよね先入れ先出しだろうが平均法だろうがですね会社の,収益,、ねのね、収益性には影響がないよと将来の収益性には影響がないよとなので、えー、ここはね過去は変えずに 会計上の見積もりの変更として将来に向かって回収可能性を考えていきましょうと。なので変更後の将来年度の課税取得を前提としてクル税金さんの回収可能性を判断すると。でこれを A 社に当てはめていくわけですよね。これ A 社に当てはめていくと。要は変わらんと。まあ、ポイントこうですね。まあ、今回別にこれ書かなくてもいいんですけども A 社の説明をするものになりますのででも書いた方がいいかな。模範回解答はね書いてないんですけども。 本質的な将来年度の会社の収益力は会計方針の変更によって変わるものではありませんよとだから会計上の見積もりの変更として扱っていきましょうと、はい、ではそれを A 社に当てはめたものが回答になりますはい訴求適用した結果罰2年度の企業機種の企業の分類が変更される可能性がある場合だってもこれですね えー、過去の期間におけるクリノブ税金算はその時点で最善の見積もりを行い計上されたものであるため会計上の見積もりの変更として過去に遡って処理せずに将来にわたってその影響を反映させるとでまあ業者は待ってるんでですね、あのー、これも入れちゃってください本質的な将来年度の会社の収益力は会計収益の変更によって変わるものではないとこれも入れた方がいいかなと思いますねはいまあここにねはいですんで最後取り扱いですねこの問題取り扱いちょっと色変えていきますけど取り扱いは 将来に向かって変更するってことは過去のです、ね、収益力変わらないわけですから収益性の部分ってね回収可能性で変わらないわけですから A 社のその解釈分の分類は変更しないということですねでクルノブキンさんの回収可能性も特にその過去に遡って何かいじるっていうことはしないということですね開業者の変うを行った罰算での損益に反映させていきましょうとはいなんでこののよううな訴求処理の場合というのは まあ税効果の必要性はあると、ね、一時歳に該当してしまうわけですから、過去はね、税務の方は修正しないんで、一時歳に該当するんで、えー、税効果適用する必要があるんだけれども、ねはい、ただ、訴求適用した場合、過去最善の見積もりを行った場合については、ですね特に収益力がですねそれによって変わるわけではないので、えー、見積もりの変更として、将来にわたってですね、えー、その影響っていうものを及ぼしていこうと、だから ×2 年度の A 社の回収可能性の分類っていうものを変更したりはしないということですね。 はい、じゃあ続いて B 社ですねえ B 社5秒なんですねこれは過去の期間のこれですね売上げの課題形状が発見されたとなので修正再表示を行ったと、はい、でこれによって分類が5になったと B 社の分類が5になったっていうことなので,で原則としてもうクルノブ税金債の回収をこなさないって考えるってことですよクルノブ税金さん計上しちゃいけないっていうことですから、はい、じゃあこれもまずポイントリストなのでいきたいと思いますが 修正再表示の場合は過去の時点での合理的な見積もりに基づくものではないので、まあ、同じくですね回収可能性についても修正再表示の一環として過去に影響を及ぼしていくとつまり過去の売上の課題形状を修正した結果、えー、回収可能性がです、ね、過去ないというふうにです、ね、考えられたのであればこれはやはりですね過去に遡って回収可能性がないという前提で会計処理を直していかなければいけないということになります。はい じゃあ見ていきましょうかここですね。売上の課題形状が発見された場合の過去の期間における国の部税金さんはまあその時点の合理的な見積もりに基づくものではないとその時点の合理的な見積もりに基づくものではないため修正再表示の一環として修正後の課税所得や修正後の企業の分類を基礎にして回収可能性も修正していくということですねなので結果として 修正再表示によって B 社の企業分類は5に分類され、罰2年度の基準において修正表示前に計上していた繰延税金資産の回収可能性はないものと判断されるつまりまああの分類の5というのは回収可能性がないっていうものになりますからね。だから罰2年度に計上していた繰延税金資産の中は回収可能性がないつまり取り崩していくということになるわけですね。はい。なのでまあこれはねポイントリスト20の8を理解する。 まあ非常にい,い問題ではありますたださっきも言った通り、まあ、ちょっり圧縮性なんかだとね少しこうレベル感の高いものになりますし、えーまあ、重要性としても、まあ、決して低くはありませんし出る可能性はあるんですけれどもただ税効果で言ったらね、えーまあ、より重要なこう栗の国の病とか資産負債務の相違だとかあとは表示ですよね繰延税金さんと繰延税金負債の、まあ、表示とかね、まあ、これ今回の答弁関係ないですけども20の7とかですねこっちの方がまあ重要ですからね。 はい、なので、まあ、レギュラー講義受けられてきて、ですね着々とこう、ね、税効果の復習されている方は、まあ、20の8のです、ね、復習としてこの当連使ってもらいたいと思いますけれども、えー、圧縮性でですねちょっと時間がないよという方は、ですね、えー、それよりも大事な、えー、ポイントレストでいうと、20の7、まあ、私自身は20の7というのはすごくですね重要性は高いと思っております、20の7であったりだとか、20の4ですね、えー、クリノベ法とか資産負債のですね比較、あのー、ここに重点を置くようにしてください、余裕がない方は。はい それでは続いていきます。次は問題の3で、これもね非常にこういい問題ですね。パッと見ですね、これ何の問題だろうって一し思うと思うんですけども、配当のね性質の問題になります。はい。えー、種類株式の会計処理に関する、えー、次の資料にも続き、問一問2に答えましょうということで、えー、まあ、種類株式がですね、えー、ありますよと。 でまあ、どういった種類の株式かっていうのは、ですね答弁、まあ、を解くときにです、ね、じっくりと皆さん読んでもらったと思いますので、ちょっとまあこの内容について、ですね回答と関係がないところまでは言及するのはですね、えー、ちょっと割愛させていただきますので、はい回答と関係があるところだけですねちょっと問題を解説しながらですね触れていきたいと思います。はいあ じゃあ問1からいきますね。C、えー、社における第1種優先株主に対する配当支払い配当金の処理には剰余金の処分として処理する方法かに理,、えー、理論的には、ね、利息の支払いとして処理する方法も考えられるとそこでそれぞれの会計処理の考え方を説明しましょうということで、まああのー、株式の配当ですから当然基本的には剰余金の処分ですよね。株式の配当ですからはい 資益取引になるわけですよね。損益取引ではないわけですよね。ですか損益の処分っていうのはこれ、資本取引になりますよと。で、株主という立場からの資本取引を重視する考え方ということが言えますね。あこれはもう一般的な、ごくごく一般的な話ですよ、損益の処分、あのー。損益取引じゃないって言いたわけですよね、損益の処分っていうのは。ですか そしたらまあ株主と会社との取引で損益取引引で損益じゃなくてこしての法的地位に対しての配当です、ね、その支払いを資本取引から生じた剰余、えー、金の処分と考えるということで、はいまあ、ちょっと、ねあのー、過去の一番は単純すぎるのでむしろこれで良かったのかって思った人もいると思うんです、ね。で結構、本試験終わった後にこう思ったんだけれども書かなかったっていう人が結構てそれで白書を出しちゃったと。と でもそれがまあ、ね、ちょっとねこれを見られたら恥ずかしいとかって気持ちが、まあ、あるのかもしれませんけれどもそんんななことを受かってたら関係がないんで別に恥ずかしいとかね仮にすごい変な回答を書いたとしてもそこでマイナスとかにならないですからねもうミニマム0点ですからそのよほどその、ね、余白に落書きをするとかであれば分かりませんけれどもち、ね、ゃんとその会計の、ね、回答として、ね、真面目に書いたものであれば 全然おかど違いの内容でであったったて0点がつくだけですからねなので恥ずかしいっていう気持ちは一瞬あるかもしれませんがひょっとしたら別にその試験員の先生と一生会うっていうこともない可能性が高いわけですよね。それは何かのねあれで会う今後会うかもしれませんけども別にそれって名前とね顔が一致して試験員の先生も覚えてるわけじゃないわけですからもうそこはね別に恥ずかしがらずに書いてください。ね、もうバカだと思われるとかね、えー。そういう気持ちはもう全然いらないんで。 ね、それほど、ね、全然違うこと書いたら分からないらかなですよ、ね、全く関係がない野球の話とかね、えー、答案に書けばそれは知らないですけども、えー、会計のね話とかを書けば、まあ、そのマイナスになるってことはないので,いですかだか恥ずかしいっていう気持ちなんかはですね本当とにあのもったいないですからねこれでよかったのかこんなの思い浮かんでたよとでも分かんなかったから書かなかった、ねえー、そうじゃないと思ったから書かなかった、ね、それはもったいないですから、ね、もう白紙になるぐらいだったら何か思い浮かんだことを少しでもいから書いてください。 なので別にこれがそのまま回答になるわけですよ今回であればションドックからたもっとですね、あのー、本試験ではこんなことでいいのかっていう回答もありますよ正直私も回答を解説を作っていて本当にこれでいいのかなって思いながら回答解説を作ってる時ありますから、ね、でも結局的にはらくそれでいいんだろうなっていう回答には落ち着きますし。 まあやっぱりそのエビコさんの解説なんかを見させていただいても結局同じような解答になっているので、えー、だからそういう時もあるんだと思ってください。でそれはもう躊躇なく躊、ね、躇、えーまあ、なくって大変ですけども考えた上でねその結論が出てきたんであればそしてそれしか思い浮かばないんであればもう書いていくと白紙するよりは全然いいわけですからね間違っていても0点あってれば点数がくるマイナスってことはないわけですから、ね、はい。えー、なでまあここはね、えーまあ、株主と会社との間の取引と。 いうところから、えー、資本取引上預金の処分っていうですね、えー、そういう考え方の処理になります。はい。ただそれとは別にこうですね利息の支払いとしての、えー、処理として利,利息の支払いというね処理方法も考えられますよというのが当一の括弧の二番ですね。利息の支払い。はい。でこの利息の支払いと考えたときにまあこの 第一種優先株でですすねま優優先先株株式よ第種ってことは優先株企業でやってる優先株の、えー、条件からですね利息っぽい条件を引っ張ってこればいいわけですよ。はい、でそれがね上期の配当のところですかね。はい普通株主に対する配当の有無にかかわらず第一種優先株式1株につきその払い込み価格5%を上じた金額を払うということはまあ基本的にですね もう返済義務がある会社からすればですね毎期払い込み金額に5%を上じた金額を払うということが決まっているわけですからもう性質としては利息と同じじゃんということが考えられますはいそれを書いてあげればいいんですね優先株がまあ実態としては返済義務がある負債と同様の性格があるとはい なのでまあ損益取引、まあ、当然これをかけた方がいいんですね。この括弧の1番とのコントラストを考えれば資本取引と損益取引って書いた方がいいわけですがあの過去の2番はまあ損益取引というのがなかったとしても実質的にはね返済義務がある負債と同じですよというところですね。まあ、特にこの内容を書いてもいいですよ。ちょっと行数が短いですけれども。 毎期5%の利息ごめんなさい配当を払うということは基本的に利息と同じような義務があるのとです、ね、同様を考えることができる、えー、だから支払い利息としての、ねえー、費用処理っていう考え方もあるんですよというようなんです、ね、あのそんな書き方でも構いません、ね、まあでも本い頭なので損益取引 VS 資本取引っていうです、ね、あのコントラストを出しているんですけども、ね、まあまあ過去の今はまあ損益取引がなかったとしても、ねまあ、義務化されてるような。 内容をまあこの問題文の優先株の内容から引っ張ってきて書けばオッケーですはいじゃあ同じようにですね問いの二ですね、えー、新社が第一種優先株主に対して、えー、その他資本除金を原資とする配当です、ね、その他資本除金を原資とする配当を行った場合当該優先株式をその他有価証券として保有する株主の側においては受け取り配当金として収益計上することが可能とはい ここの理由について説明しましまょうと,いうことで、まあ、基本的にその他資本条件を原資とする配当を行っていてで配当をもらった側がその他有価証券として保有しているんだったら通常は有価証券の母貨を減額するということになりますよねその他有価証券として、えー、保有している株主さんがその他資本条件からの配当を受け取った場合って出資の払い戻しって考えるわけですから出資の払い戻しって考えるわけですから。 えー、有価価証券の母を減らしていくんだけれどもただ実質的にそれが趣旨の払い戻しとして考えることがですね実態として合理的ではなければ、えー、これは通常通りね受け取れ配当金としてその他資本乗金を減少するんだけれども受け取れ配当金として処理するということが考えられたわけです。で今回はまさにそれですね。要はその他資本乗金からの配当を受けてるんだけれども有価証券の母価を減らす合理的な理由が見当たらないむしろ、えー、通常通りですね これ収益ととして計上ということで受け取る配当金として計上した方が実態にそぐうと、ね、実態にマッチングするんですよとそれは何でですかって聞いてるんですね。はいでこれはですねこうですね取得条項ですねはい取得条項ここから引っ張ってきます。新車は6年4月1日以降の 厄介において定める一定の日に第一種優先株主の意思にかかわらずその払い込み額と同額の金銭を第一種優先株主に対して交付することをもって第一種優先株主は全部を取得することができますよと。全部取得することができると。はいえー、ということははいこうですねまあ実質債権と同じ性格を持つと。 取得条項により、まあ、ここでいうですね、払い込み金額による償還が約上されており、一定の時期に償還されることが確実に見込まれるといですね、はい、取得条項ですね。はい、なので、経済的な実態は債権と同じ性格を持つと考えられるので、えー、まあ、普通にね、債権の利息というふうに考えると。償還期限があるですね。いやその そのというか商その中でも償還期限がある債権っていうことを考えると、えー、出資の払い戻しっていうのはおかしいですよねだって出資の払い戻しっていう発想があるのは株式ですからね出資の払い戻しっていうのは株主が出資してその払い戻しって考えるから、えー、帳簿価格を減額するっていうその他資本上金を原資とする配当の会計処理があるわけですよねでも債権っていうことは出資っていう概念がないわけですから出資の払い戻しイコール他の減額っていう発想にはならないわけですよね債権っていうのはだからこれですね だったららのの払いいい戻しイコール母家の減額っていう処理にはならないだから、えー、収益計上ししていいきままょうというと流れになります、ね、でその債権との同様の性格を持つというのは、まあ、この取得情報からですね一定の期日に召喚されることが明らかだというところからですね債権と同じ性格っていうことを見抜いて債権と同じだから出資の払い戻しイコールですね債化を減額っていうことは考えられないからという流れに持っていきたいんですけどもまあこちらちょっと難しいかなと思います。 なので、まあ、あこの問題を機にですね、まあ、これと全く同じ,がで同じ問題が本試験に出るっていう可能性はそんなに高くはないと思いますけれども、まあ、こういう切り口で考えていく必要が、えー、本試験では結構ありますね。本試験では実態を見抜く力っていうのはです、ね、非常に要求されますから、ね。なのでこういった切り口で考えていかなければいけないこういう、ね、実態を見抜く力っていうのが必要となってくるという、ね、意識は持つようにしてください。 まあ、問いにはちょっと難しいですけれども、なんとかね、問一。特に、まあ、括弧にですね。ここなんかは。問二に比べれば、難しくないですから。ちょっと逆に、問一の括弧一は。逆に、何書いてあるのかわからなかったという人も多いと思いますけれども。ね、実た見抜く力の練習としては、問一の括弧の二番。ここがね。こう、ある程度近い内容をかけていれば。まあ、そういうね。えー、見抜く。準備が。 整え整えられていると思って構いませんし、まあできなかった方はねこれを機にこういうね、えー、見方をすることもあるんだというね、えー、ことは知っておいてください。はい、それではついていきましょう。問イ4ですね、えー。リースに関する内容になります、えー。まあリースもですね、まあ重要性は高いですが、えー、今回の問題として出されている内容よりはですね。 以前、東レに出したまあ使用権のお話であったりだとか、まあ、ポイントリストもですねこれ以外のところの方がまあどちらかというと重要性は高いのかなと思いますので、えー、っとポイントリストでいうとこれまあ12の4にです、ね、相当するレジュメですけれどもほ、まあ、他の部分の方がまあどちらかというと重要性が高いです。これはまあちょっとイファースの内容がね結構、こテコテに入っていってるんで米国基準とかねはい決して重要性が低いというわけではありません。出る可能性も全然あります。 日本の基準とはね少し内容が違いますけれどもやはりまあ使用権に関してはですね、えーまあ、着々とこうね日本もそれに向けて準備を進めている議論を進めているような段階ではありますので、えーまあ、出る可能性はあるとは言ってもねですか第12章は、まあ、全般的に重要性は高いです。その中でいったら、えー、少し落ちるかなという部分を今回はねこの通りで、ね、出題させてもらいました。はいまあ、今回の通りだとその12の3の内容はないんですけど。 12の3の方が内,重要として内容としては重要ですからね、現行モデルと塩けモデルの比較。今回のトレンというのは、まあ、12の4の内容になります。まあ、ちょっとこれも圧縮講義ではやっていないと思いますので、圧縮性はちょっと辛かったかなと思いますけれども。はい、えー、それでは見ていきましょう。えーまあ、まずね、資料の上の方の仕分けこれ、様けモデルの仕分けですね。で使用モデルっていうのは 全てのリース取引に関してリース物件を使用する権利とリース料を支払う義務を、ね、両立て計上していくとでこれは現行上の、ね、ファイナンスリース取引だってもオペレーティングリース取引だっても統一的な会計処理をしていきましょうと、まあ、それで財務報告のですね改善が図られる企業間の比較可能性なんかも確保できるとかね、まあ、いろんなメリットがあったわけですがこれはポイントリストの12の3の話なんですねで今回はこの使用権モデルに関する費用処理が2通りあると2通り考えられますよと こののモデルの費用処理が2通り考えられている第一歩はですねこれ現行制度上のファイナンスリスト利益のような費用処理第二歩は現行制度上のオペレーティングリスト利益のような会計処理になりますでこれがまあ12の4の内容なんですねで本文の第一歩は、まあ、一応ちょっとこの問題に合わせて書きましょうかね本文の第一歩はこの単一モデルっていうものとあとは肉分モデルのこのファイナンスリスト利益っていうのが本文の第一歩です で本物の第2法が肉分モデルのオペレーティングリストまあ数字自体は、ね、ちょっと各自確認してもらいたいんですけれども、まあ、第1法はです、ね、もう現行上のファイナンスリーストル引のような企業処理なんですね原価償却費とあと利息法に関するです、ね、利息法で費用出してるんですね現行上はここ支払い利息ですね支払利息で、えー、リース債務を取り崩す ででプラス原価消却なんでもう基本的には現行制度上の皆さんが勉強しているファイナンスリスト取引と同じですよ科目が違うだけですで第2項はリース費用というのがまあリース料の金額がそのまま費用になるというだけですねリース料の金額がそのまま費用になるだけです現行制度上のオペレーティングリースト取引ですねオペレーティングリースト取引はまあシェアラーリース料という科目になっているというところで、えーまあ、この2つが考えられるんで、まあ、その実態ですねそれぞれぞに あったですね第1法の費用計上をする実態第2法の費用計上をする実態それぞれ適合するようなものを説明してくださいというものになります。はいまあこのポイントリストを、ね、やっていないときつかったかなと思いますけれども、まあ、この着眼点のところをですね書いてもらえればというところですねポイントリストで言うんであれば。はい。 まあここだけ押さえてもらえればいいかなというところですこの論点は。はいじゃあ回答を見ていくと、まあ、第一報だと使用権資産の原価償却費とリースリー債務の利息費用を別個に認識すると、まあ、現行上のまさにファイナンスリースト歴ですね使用権資産の原価償却費とリース料債務の利息費用それぞれ別個に認識と。で、まあ、利息費用なのでこれリース期間の初期に多額の費用が計上されますよね。 でリース期間の初期に多額の費用が計上されるってことは、これ、お金を借りている状況と同じですよね。だってリ、リース、ごめんなさい、リースっていうのは、基本的にお金借りて、まあ、借りた物件で、えー、資産を購入すると、まあ、これ、現行上のファイナンスリース取引の実態ですけどもね。で、それっていうのは、お金借りているわけで。 毎期毎期リース料と一緒にギャンポンを返済しているわけでそうすると利息の部分で少なくなっていきますよねで現行中のファイナンスリース取引とこの第一歩って、まあ、基本的に同じようなですね費用処理になっているわけですから、ねまあ、ちょっと実態としてねお金借りて借りたお金で物件購入するとかっていう実態とは少し違いますけれどもただカップ販売リース物件を使用する権利をカップで買ってきてるとリース物件そのものではないんですよこれ使用権モデルが一応前提なので ね、使用権のカップ販売と現行制度上のファイナンスリーストで来たリース物件そのもののまあ、カップ購入でも一応使用権モデルが前提になるんでリース物件そのものでなくてリース物件を使用する権利をカップで購入しているとでリース料と一緒にどんどん返済するわけですよね返済すれば利息の部分は少なくなってくるわけですから費用計上額が少なくなってくると第一歩によると費用計上額は徐々に少なくなってきますのでまさにそのカップ購入 っていうものが実態に合うと、はい、リース期化の初期に比較的高額の費用が計上されたためこの方はリース取引がこれ、ね、使用権のカップ購入と同様の借り手に対する資金提供を含む取引としての実態を有するとこれですね使用権のカップ購入カップ取得これになります。徐々に徐々々ににですね金額が少なくなくくってくると でやっぱ第2法は現行所のオペレーティング取引のようですね費用処理のようなものですね。第2法は現行所のオペレーティングリース取引のような費用処理のもので原価償却費や利息費は認識されずリース料支払い時が時の経過に応じて定額のリース,料としてリース費用として計上されると。はい、でこれはまあ表現がちょっと難しいですけれどもリース取引が均等なリース料と引き換えにリース物件に毎期均等にアクセスする経済的便益を享受する取引と。まあちょっと難しいですね表現が。 まあ要はリース物件にアクセスする便益とリース物件をまあ使うことができるようなです、ねえー、まあ便益があるというわけですけど、まあ、アクセスするわけですから、まあ、要は使うということですよねリース物件を使う毎期毎期リース物件を使う、ね、ことを許されるためのリース料だと、まあ、まさにその借りているという側面が強いわけですよね。 リース物件に毎期均等にアクセスする便益ですから、まあ、リース物件をですね、えー、毎期毎期使うことができるようにですね、えー、許可される、そのためにリース料を払ってるんだって、えー、そんな程度で構いません。まあ、ちょっとね、表現としては難しいですね。えー、まあ、通常、こんな表現出てこないですからね。リース物件に毎期均等にアクセスする経済的便益を享受すると。ね、ですかまあ、ここはもうね、あ子供たちで覚えちゃった方が早いと思いますね。まあ毎日毎日ねリース物件を を使用するわけですけれどもね、まあ均等にアクセスする、まあそういった便益をまあ受け取るとね、えー、まあリス物件ね使っていいですよ、オッケーですよっていうね、まあ許可をもらうから、まあそんなイメージで抑えていただければいいかなと思います。はい、まあポイントリストのねこの着眼点のところをね今一度見ておいていただければというところとでまあ議論としてはね法則説明ですけれども、えー、日本はですねこれがこの後ですねどういう流れに持っていこうとしているかっていうと。 1> まあ第1報を採用しようか第2法を採用し,としようかっていう話ではなくてあの第1法のみにしようかそれとも第1法または第2法を選択できるようにしようかっていうですね一応議論がおこな投げかわされております日本では。第1法オンリーもしくは第1法は第2法の選択ですね。そこでで今ちょっとと、ねえー、悩んでといいるうか まあちょっと議論が投げかわされているような状況ですから、まあ、まあ今後のね進展でどうなるか分かりませんよ、えー、第2歩だけっていうのはまあ,あまりに考えづらいと思いますけれども、ねはい、ただまあ一応ねそういう流れになっていると思ってください第一歩オンリーかもしくは第一歩は第二歩かというね、えー、まあそういう流れになっているんですよということです。はい それでは、えー、その次ですね。その次はですね、これ何とか正解してもらいたいところであるんですね。各保護によった場合のキャッシュフロー計算書における支払いリスルの表示方法について現行上の連結キャッシュフロー計算書の作成基準における表示区分を前提にして説明しなさいということで、はい、もうこれは、ね、第1報の場合は元本返済部分は財務活動と。これはそのイファースダの米国基準などというのは基本的にあまりもう関係ないと思ってください。第一報は現行上ののファイナンスリースリに近いものですから。 元本返済部分が財務利息相当額が企業が採用した利息の表示区分に従って記載と。はい、で第2法はこれは営業活動によるキャッシュローですね通常の営業損益の代償に含まれるなので営業活動によるキャッシュローとまあ怖いでしょうまあそもそもねあのちょっとイファース絡めてキャッシュロー計算書に持ってきていますけれどもイファースとかね使用権モデルとか関係なしに現行上のファイナンスリース取引の えー、キャッシュロー、計算書上の部分も、まあ、このように説明をすることになりますので、ね、現行上のねファイナンスとオペレーティングであってもねこういう説明になるので、えー、これはですね必ずしもその使用権っていう部分だけではなく、現行上までですね使えるような記述になりますので、はい、まあ、そこできちんと、あのー、見ておいていただければと思います。あととはは出題とですね、はい もう一つリースのね実態のポイントというのは、ね、資金調達なのか貸、えー、借なのかというですねまあこうなりますので、えー、まさに第一報だと資金調達ですねで第二報は貸借、えー、ごめんなさい賃賃借借ですねということになりますのでここも比較をしておいてください費用認識として、まあ、第一報というものは資金調達取引でで賃借というのは まさにその第二法現行上のオペレーティングリスト取引のような処理になりますので、はいここも含めてですね、えー、今一度確認をしておいてください。はい。ここまでが第四問ですね。そして第五問になります。えー、第五問は間接所有と在外の関連会社。えー、さらには。 単なる一部売却は正直問いのにで仕分けを聞いて穴埋め、えー、をです、ね、ちょっと、えー、皆さんに解いてもらいたかったとっいうところから、まあ、C 社はです、ね、存在するわけですが、まあ、メイン論点としては間接所有と在外の、ね、持ち分法適用関連会社の一部売却というところになります。はい、で間接所有については、ね、ちょっと成果連結部分見ていきたいと思いますので板書ですね見てください。まあ、具体的な計算プロセスについてはです、ね、もう解説の方はしていきません。 がえー、今回 P 社が A 社の70%を所有しておりですねでその後 P 社と A 社は B 社の20%と40%をそれぞれ持っているという状況ですね A 社が B 社の40% P 社が B 社の20%ですね、はい。こういう状況ですね。で、えー、これ問題1というか、統一ですね、統一でこのアップストリームの場合のです、ね、未実現損益の帰属について聞いていますので、ちょっとそこの部分は見ていきたいと思います。これ穴埋めですね B 社 P 社に対して今回ですね商品販売していると。B 社が P 社に商品販売していますよと。これですね。はい、それに伴って未実現損益が、えー、あるわけですね。4万6千の商品を保有していてでそのうち未実現損益がえー、っとですねいくらかというと。 総額で9200ですね、失礼しました。これ総額で9200。ここで,ですか B 社が P 社に商品売ってることによって、とりあえず B 社が9200の利益出してるんですね。でもこれって連結上未実現なので消していきましょうと。でこの消していった 未実現創益の帰属先ですね負担先がどうなのかというところではいまず B 社は B 社で非支配株主がいますね。B 社は B 社で、えー、40%の非支配株主がいてで A 社は30%の非支配株主がいます、ね、はいでちょっと文章を改めて見ていくとまず未実現損益総額が、えー、これが9200だと。これ9200ですよと。 でまあ、連結修正による未実現利益の賞金額を株主に負担させる必要があると。で、ここで B 社の非支配株主。まずこれ B 社の非支配株主にいくらかっていうと、まあ、9200の40%分ですね。9200の40%ですから、これ3680と。3680と。これが2番。で、A 社ですね。A 社にも40%同じく3680と。A 社にも40%。3680。で、P 社に20%ですね。 はいでさらにこの A 社の3,680はこれ P と A の比株で分け合うんですね。A 社に帰属した3,680は P と A の比株で分け合うんで 3,680×70% の2576はこれ P 社いくんですね。で30%の1104がこれ比株に行きますよと。 だから最終的には非支配株主に4 7 8 4百八十四で親会社 P 社に、えー、4416かな4416の未立権損益が負担されで合計で9200ですね。 はい、合計で9200という流れになりますのではいか B から P に売った実現利益のまあ帰属先についてですね、まあ、今一度こう、ね、検討してもらえればいいかなと思います。はいであとはね、えーまあ、そのアップストリームを説明する部分で、えー、連結基礎概念を踏まえてということですから、まあ、経済的単一大説ですね。 まあこのアップストリームによって未実現損の規模を消去してこれをですよえ非支配株主とえ親会社の株主親会社に安分するということは企業グループの中にこの非支配株主が入ってるってことですからね非株に安分するってことは全額重複するってことですよそもそもね非支配株主がグループに入ってなければこの非株の部分は外部取引で別に消去する必要ないっていうふうに発想が及びますからね 被株も内部に入っているから全額消去してでかつ非、まあ、株の部分と、まあ、親の部分に分けていきましょうという発想になるわけですからはい、えー、消去すべき未実現損益,損益の額は親会社株主に帰属する金額と被社会株主に帰属する金額に半分するとはい、まあ、今ちょっとねここは数字を追って見て頂ければと思いますで一部売却についての会計書類の説明あのこの問いに括弧の二ですね これは確実にもうね何度も同じ趣旨の問題って出題しています。プレートレーンでも出していますし、えー、ここまでのグルーップトレーレンでもです、ね、同じような趣旨の問題は何度も出していますので、まあ、ここはですねかなり精度高く書いてほしかったところにはなります。はい、まず、ですね、えー、状況説明ですね。えー、P 社による支社株式の1売却取引後、これ支配継続バージョンですよ、これ必ず必要ですからね、必ず必要ですよと。 で連結基礎概念を踏まえてとありますが、まあ、それ踏まえてって書いてなくても基本的に踏まえた方が説明はですね格好がつきますので、はい、支配継続バージョンの場合は一部売却取引追加取得もそうですけれども、えー、非支配株主をグループの内部者と考え経済的単一,体制とは単一体制の立場から売却取引は資本取引という風に考えていきますよと。 内部者と捉える経済的単一大切で取引自体が資本取引になりますよっていうこのエッセンス、いいですか3つですよ、状況を説明、試合継続していますよ、でそこから、非試合株主が内部者と考える経済的単一大切だから、売却取引を資本取引と考えると、この資本取引、これも必要ですからね、これはい、であとは会計書類の説明ですから、あのこれはもう基準集から、はい、これは基準集から引っ張ってくると。 遵守から引っ張ってきますよ。はいというところになりますので、まあ、ここはねもう何度も何度も、ね、ここまで説明してきた内容になりますけれども、ちゃんと状況を踏まえてね、えー、しっかりと処理を説明していくと、経済的単一再説、かつ、ね、資本取引というところをね、ねこれはまあ両方とも必要になってくると思ってください。はいまだ問いよもね在外子会社ののれんに関してになりますけれども、まあ、ここはもうポイントレストのままですから。 各自見てておいていただまのれに関する問題というのはですね過去の本試験の中でもですね非常に、えー、よく取り上げられていますので、えー、のれに関する部分何が出されてもいいようにですね必ずこれは準備を、ねえー、していくようにしてください。はいということで、まあ、今日はちょっと早いですけれども解説は、ね、以上となります。で、えー、まだね 今、これ収録しているのがですね6月末になります。で、論文試験、本試験まではですねまだまだ3ヶ月かな、4ヶ月か、7、8、9、10、4ヶ月あります。で、まあ、皆様です、ね、この動画をご覧になられている方は、まあ、担当、合格者であればですね残り3ヶ月ぐらいのタイミングで、おそらくこの動画をご覧になられると思いますけれども、まだまだね期間はあのありますので、あのしっかりとですね覚えるべきところを、ね、詰めていくようにしてください。 最近の本試験ではですね一つ財務関係ではポイントになってきていますのでしっかりと記述のの精度といいいううものを上げていくという点ですね。あとはですね第3問の計算で、まあ、ここ最近ちょっと第3問のねグレードアップの計算は少し難しいですけれどもあの本試験はもっと簡単な可能性が高いので簡単な問題が出た時まあ本当にプレトーレの1回目から5回目みたいなイメージの問題が出た時にあの落とさずにね全て漏れなくねこう拾えるかどうか。 まあ拾えるというよりもです、ね、必ずこう守りきると、ね、ミスせずに守りきるか、守りきることができるのか、ね、そこで強く意識するようにしてください。ね、連結会計中心の計算の復習の方、多いと思いますけれども、やっぱり、ね、個別も、えー、かなり、ね、これは財務会計の合格点の鍵を握ってくるものになりますので、個別の計算というところで、すねあの、まあ、今じゃなくてにしろです、ね、どっかのタイミングで必ず、ね、このテキストを一度総復習するというタイミングを設ける、ね、それを意識して、えー、スケジューリングを立てていくようにしてください。 はいえー、それではですねグルタプトーレンの財務会計論9回目解説講義は以上になります。お疲れ様でした